新言宗山品派は、日本における、新言系仏教宗派の一つで、古義新言宗に属する。大本山は果十寺。新言宗山品派の歴史は、果十寺の改装に始まる。果十寺は、第五天皇国母、藤原院氏の発願により、外籍宮寺の氏の邸宅を仮覧として、昇春を解散として建立された。905年には、 定学時、年分土砂を置くことを許されて、新言宗三論宗の修学、修行道場として知られていた。918年には、荷重寺に調理を置いて、聖高が、調理に認じられた頃から、荷重寺が流星を極める契機となった。皇室の保護を受け、また、新言宗寺僧に通じた瞑想を排出した。 カジ寺七世広信がカジ寺を本拠として、カジ寺流を開いた。鎌倉時代末期には、五伏見天皇第七未古神ダネ法神皇がカジ寺に、入寺して15世調理に就任以降は、明治維新までは、代々の調理には、皇室より神皇を迎えて、旧門跡が補えされていた。32世祭藩法神皇が、最後の旧門跡となった。室町時代。 1470年には、陛下により、ガランの消失。後に復興を果たした。しかし、豊臣秀吉の命令を拒否したため、事業を300国に減報された。さらに、伏見城追記のために、境内地に新たに道路を建設され、山の破壊、書道移転、氷室池を埋め立てられるに至った。江戸時代、寛永年間には、朝廷より、御所の建物の菓子があり、 これ以降、ガランの再建が本格的に始まった。1682年、霊元天皇第一王子住新神皇が29世門関に補えされ、事業は1012国に加増し、経済的な基盤も確立した。明治時代に入り、明治政府の宗教政策により、他の新言収集派と1879年に合同し、当時の参加に入って、 定学寺となる。1986年、長者候補寺院に選出、自走本山となった。1901年、新言衆古義派の四派連合に際しては、当時と共に参画したが、1907年、下重寺を本山とする新言衆山品派として、独立する。1941年3月、古義新言衆、新義新言衆系の宗派が、 政府の政策によって合同し、大新言宗が成立する。戦後1952年に独立し、新言宗山品派となり、現在に至っている。小春済皇帝誉れペン角クミヤビケーズ新革新閣新閣玄里志広信ミヤ法茂法正騎道、法勝信武道、厚志信忠境、 カンカンダネ方針の孫心方針の脳、高進方針脳、尊京方針脳、京種孫生、京孫、常ね方針のつ常信方針脳、改革方針脳、監禁方針脳、精神寛会、広志春住新方針脳、尊高方針脳、寛、宝方針の隅半方針脳、渡辺雲章別所、栄井和岡佐都志明舘恥貴尺内海サビ。 ひさゆただしはだ大炎田村さとし半密門開藩。わしおこうへんつくばつねペンこぎしんごんしゅうの協議に、順じる。ありがとうございます。